人間でないか。試験寺行ったんですね。ちょうどこちらのビルです。住吉会の試験寺行ったんです。まっすぐ行くと高円寺荻窪です。高円寺中華料理屋関西料理屋、ここのが住吉会試験寺行ったところで、レンタカーのリース屋さんなんかがありますね。で、荻窪駅は 250m、 ちょうどこちらにオリジン弁当、荻窪までこういう、ね、建物があったり、商店街ですね。荻窪の商店街です。人通りは閑散としてますけど、綺麗なこじんまりとしたお店などが軒を連ねています。企業は特にないですよね。杉並区荻窪という商店街で、住吉会試験寺行くという商店街があります。すごい綺麗な建物が多いです。商店街ですね。こういう すぐ歩いてきます。スズラン通り小生街であります。スズラン通りです。杉並区荻窪の商店街の来てます。そしてそこに中華特大という年季の入った感じの中華料理ありますね。美味しそうですね。中華特大です。でここがスズラン通りです。杉並区荻窪高円寺、隣は阿佐ヶ谷であったりとか、まあ、いろいろあります。なんか会社ある、株式会社中野関さん会社ありますね。でここで隣が阿佐ヶ谷なので高齢者の人などが多いです。こういう道の沿いに歩いてきます。まあこんな感じです。